こんばんは、吉谷さん。私は最悪です。まずね、大学は何のために行ったかっていうと、合コンするために行ったんですよね。高い受験料、入学金、それから下宿代、こういったものを全部払ってもらいながら、私は一生懸命バイトしながらね、そのバイト代を、女の子につぎ込んでいたというね。毎週合コンをやって、ムニュムニュムニュって感じで、楽しかったですね。やっぱり、ね、大学に行くと、周りの専門学校というところは、結構ね、合コン応じてくれるんですよね。で、学祭をやると、たくさん女の子が来てくれました。本当に素晴らしい日々でしたね。私はね、モテるために、軽音楽部入って、音楽一生懸命やって、ステージアクションをすごくね、鍛えてですね、あちこちでライブをやって、音楽が流行っていたっていうのもあるんですけども、結構いい思いさせてもらいました。その延長でですね、大学出た後も、実はね、スーパーに勤めたんですよ。ね、スーパーってなんでね、行くかってことなんですけども、9割ぐらい女性なんですよ。お客様も従業員も。で、男性社員は基本的に幹部候補生なんで、目立つんですよ。将来安泰と見られるようです。仕事の大変さも分かってくれるしね。ここもね、レジャーランドみたいなもんでした、私にとってみた。仕事は過酷でしたけどね。6時に、店舗に入り、早く終わって夜の9時というね、すごいですよね。だからね、15時間6時間ぐらいの勤務っていうのはもうなんかへっちゃらでしたね。合コンでオールするみたいな感じなんで、そのノリで勤務してましたね。他の従業員は倒れていきましたけども、1日で辞めたやつとか3日で辞めたやつとか続出ですね。私が新入社員の時に50名入って、2年目にはそのうちの半分が辞めて、3年目には5分の1しか残ってなかったということでございます。そういう感じで続けているだけでライバルを辞めていきますんで、そこで培ったのかもしれないですね。ネットビジネスでも続けるだけで他の人がいなくなって自分が君臨するという、でそのノリでですね、結局ネットビジネスっていうのが入ってるわけなんですよ。ネットビジネスは何もね、モテようと思ってやってるわけじゃないんですけども、ただいるだけで勝てるというね、そこに私はね、早めに気がついたんだと思います。でも途中からそんなこと意識しなかったですけどね。ただ YouTube 上げて自己アフィリエイトやって、自己アフィリエイト人に教えて、 YouTube 人に教えてみたいな感じで、自分が学んだことはすぐにアウトプットして、そして自分が学んだことはすぐに人に教育する、教える、そういうふうな教育ビジネス、講師ビジネスっていうのをすぐに始めて、速稼塾っていうのが軌道に乗りました。それが今の今まで来てるわけなんですけども、ただね、大きく変化したことっていうのは、私利私欲のために始めた私の合コンなりね、サラリーマン暮らしだったんですけども、ネットビジネスをして一番思ったのが、信用していただかないと絶対にですね、私のセールスに応じたりとか、セミナーに来てくださる方はいないという現実だったんですよ。で、私はですね、情報発信によってその情報を聞いたり見たりするだけで得をするようなこと、助かったと思われること、問題解決ができることに意識してずっと動画発信をしてましたね。で、問題解決ができれば、その問題解決のレベルは低くても高くても大丈夫なんですよ。低い問題解決なら、それもクリアできない人が集まってくる。高い問題解決は、その高いレベルの問題解決をしたいレベルの高い方が集まってくるということなんで、レベルが低いことをやってるからって言って人の集まりが悪いとか、レベルの高いことをやったから多いってことはないんですよね。なぜなら、高いレベルを求めてる人ってそこそこのレベルの人なんで、その初心者の方は求めてこないんですよ。で、そういったロジックにも気がつきましたんで、どんな情報を発信しても必ずですね、そこに問題解決さえあれば人はついてきてくれるんだなっていうふうに気づきましたね。さあ、今日の動画のまとめなんですけども、動機は様々なんですけども、向かうところは一つなんですよ。それは結果を出して稼ぐってことなんですよね。ですんでね、多くの方がいろんなやり方につまずくと思います。しかし、向かう方向さえ間違っていなければ、必ずその向かう方向に到着すると私は思うんですよね。で、向かう方向は何かっていうと、稼ぐってことです。稼ぐ以外は、ビジネスをやっていて稼ぐ以外はですね、結果正解じゃないんじゃないかなと私は思いますね。もちろんビジネスによっていろんなことを学ぶことがあります。気づきもあります。人間関係の大切さ、こういったものも学ぶことができます。でも、それはあくまで副産物というふうに初心者のうちは捉えた方がいいと思います。
とにかく稼ぐが正義、稼ぐが勝ちという形で、信頼関係を作って商品をセールしてお金をいただく、その繰り返しだと思います。もう余裕ができてくるとね、もう銭金じゃないことができるようになってくるんで、まあ無料でサポートしたりとかね、それから塾の料金を低価格にしてみたりとかっていうのはできるんですよ。でそれはね、まあ上級者になってからだと思います、はばかりながら。で 初心者のうちは、やっぱり目の前の人にお金くださいって言って、そのお金を握りしめて次の投資にね、設備投資とかにしていく、教育投資にしていくってことにして、自分の能力を高めていくってことですよね。自分の能力が高まった分だけ収入もそれにつられて高くなるっていう風なね、不分率があるんじゃないかなと私は感じるこの 7,8 年でございました。それでは本日は以上です。いってらっしゃい。